よし、ポケモン剣盾ランクマ対戦実況やってくんだけど、僕のパーティー見てもらったらわかるんだけど、今日はね、悪ふざけ会です。バチンキー×バチンウニっていう、バチバチパーティーっていうのをやってみたかったから、動画撮ってるんだけど、まあ、一緒に進出するとは言ってないです。バチンウニが、鎧のことを解禁で、ライジングボルトっていう、教え技をね、もらいまして、これが、エレキフィールド中だとめちゃくちゃパワーが出るらしくて、並大抵の耐久のポケモンだと一撃で吹き飛ばせるらしいんですよね。なんかエースバーンとかそのラインぐらいまでは、命の玉持ってライジングボルトで吹き飛ばせるらしいんで、こいつを、使っていきたい所存でございます。ロズレイド。初手キッスから入るかミミッキから入るか迷ったんだけど、なんかラプラスから入られるとめんどくさいなと思って、ミミッキから入ったんだけど、この対面は、微妙だな。普通のエースミミッキとかだと有利対面なんだけど、こいつトリル用に連れてきたし、トリックルームめっちゃ張りたいから、しかもこいつその、じゃれつくしかないから、ロズレードに対する最大で点が普通に出し負けですね。これ呪いから入ったんだけどさ、トリックルーム張る余裕あるかな。ロズレードのヘドロ爆弾ぐらいだったら、呪い打った後でも耐えるかなと思って、呪いから打ったんだけど、これもしかして、やっちゃいましたかね？ミスったこれ受けれないかな？どっちにしろやることないから、これ耐えないっすね。ダメ系したんだけど、耐えなかったから影で切ります。バチンウニの不意打ち圏内まで入れてくれたら、いいかなってことで、ヘドロ爆弾で死ぬよ。バチバチ！いや、バチバチ進出したいな。バチンキーかける、バチンウニの。で、このトリックルームから展開していくのは、ウニの方のバチンなんだけど、ウニの方のバチン、なんか不意打ちとか地味に覚えるんで、読んでくるかな。不意打ち読んでくる人か、読んでこない人かで結構変わるんだけど、いや、てかここ身代わりでいいのか。相手のロズレードのヘドロ爆弾ぐらいだったら、身代わり張るぐらいの耐久がウニのバチンだったら、残ると思うんで、こいつ、なんか、耐久ラインは結構高いんだよね。ナマコ節ほどではないんだけど、ナマコ節を、モチーフに作られたのか知らんけど。あ、でもなんかウィンディに引っ込んできたから、ここの身代わりめっちゃ刺さったんだけど。相手これあれか？不意打ち読みでウィンディ投げてきたみたいな感じかな。で、こいつだ、見てね、こいつ。多分ね、相手のウィンディが突撃直帰とかじゃなくて、なおかつダイマックスしてこなかったら、ライジングボルトで飛ばせると思うんだけど。確かね、ダメ系したんだけど、マジでパワー出るんだよね。あ、放射。火炎放射ウィンディは突撃直帰の方であることは、おそらくないんで、これ、飛ばせると思うんだけどな。いけ！どんなもん。強っ。いや、当倍とは言え、ウィンディって結構耐久が高いポケモン、どっちかっていうと耐久ある方だから、一撃で飛ばせたのマジ、でかすぎなんだけど。で、相手が、このバチンに何？あ、ロズリードか。このロズリードは不意打ちで縛れてるから、威嚇一回入れられてるとは言え、ロズレードごときの耐久だったら、不意打ちで飛ばせると思う。いや、本当はこれ、ウニのバチンは、素早さ出力値15しかないんだよね。カビゴンとかより遅いから、ミミッキのトリックルームから暴れさせるようで連れてきたんだけど、今回はちょっとトリル張らずに普通に殴ってくる感じになっちゃったけど、ロズレードと、ウィンディ持ってってくれたんだったら、てか最初ミミッキ持ってかれた時点で結構やばいなと思ってたけど、その後、ウニのバチンで2体持ってけたんだったら、仕事量としては十分だけど、ラプラスはちょっときつい。いや、ラプラスは、こっちのラス位置が投影室で、投影室ってラプラスに、めちゃくちゃってほどではないけど、8-2 ぐらいで弱い。いや、もっとあるか。いや、普通に弱いわ。弱いから、巻いてこう、ラプラス巨大マックスさせて巨大旋律でしょ。いや、バチン、ウニが、巨大旋律耐えるんだったら大マックスしなくていいけど、トエキスに大魔切るの多分弱いんだよね。キスが、今回そのフルアタ小学生型なんですよ。大ボール使えないから、相手のラプラスの巨大マックスターンをかなせないんだよね。って考えるとこれもう、ウニのバチンに大魔切るしかなくて、相手の大魔に合わせて大オール巨大旋律耐え、大オールで3ターン粘って、相手のラプラスの大魔ターンからして、ラプラスがピントレンズ持ってるから、チンパン急所で無理やり相手のラプラスの突破を狙う。いや、これミスったな。ラプラスじゃない、ラプラスか。いやー、ルカリオとかだったらいけたからな。バチウニ結構仕事量としては、上出来なぐらい活躍してくれてるんで。こいつ初めて大マックスさせたわ。対戦で使うのも、鎧のことを出てからが初めてなんだけど。あ、なんか可愛いね。焼き芋みたいな見た目してるね。てか焼き芋で思い出した？なんか、バンビーさんっていうね、ポケモン実況者がいるんだけど、
なんかコンビニに売ってある冷やし焼き芋を探す旅みたいなのをずっとしてて、まあ、冷やし焼き芋マジ食いたいんすよみたいな話をずっと聞いてたんだよね。まあ、それのせいでなんかコンビニに行くたびになんかそのさコンビニに冷やし焼き芋が置いてあるかどうか見てしまう呪いにかけられた。呪いにかけられた上に、まあ、どこのコンビニにもガチで置いてないんだよね。まあ、そのたびにイライラするっていう、イラつくっていう、マジ許せねえよ。言葉で呪いかけられたわ。コンビニに行くたびにイライラしなきゃいけなくなってしまった。で、オーロラベイル。これ第3打打ったけど弱砲とかだとまずい。全然効かない君のこと。マジでダメージ入らんかった。オーロラベイルは入れられてるにしてはさ、エレキフィールドあるのにダメージ入らなすぎじゃない？突撃直帰とかってこと？てか俺ダイアークの方が良かったですかね。ダイアークって相手のラプラスの特防を下げて、ラプラスってそのダイバーなかったら、まあ、多分フリーズドライプラス氷の粒ってでも、トエキスを縛れるか縛れないか怪しいんだよね。それ考えるとダイアークで相手のラプラスの特防を下げて、裏のピントレンズキスの急所にかけた方が勝ち筋としては高かったかもしれない。まあ、これは素早さ各負けてるから、まあ、不意打ちで切るんですけど、あ、つぶて持ってる。これ耐えないつぶてぐらいだったらさ、やべえどうしよう。これ負けっすかね。これ自分負けっすか。必須投げます。いやまだあるか。まあ、壁張られてるけど急所当てたら壁関係ないし、まあ、急所プラスひるみ全部のせい、フルコンボダドンでゴリ押しでいけると思う。スラッシュ、相手はつぶてを打ってこない。全然効かないんですけど、あ、でもひるんだね。いや、ここのひるみでかいぞ。いや、あのラプラスの硬さは突撃直帰は確定だから、これで、あ、終わった。因果応報、平等理論。さすがにやりすぎたわ。あ、これ終わりですね。つぶて打たれて負けなんで、さすがに、負けでーす。対戦ありがとうございましたって感じで。まあ、バチンウニのパワーはちょっと見せれたかなと思うんで、まあ、負けたけど。対戦には負けたけどね。最近鎧のことが解禁されて、まあ、新作ブーストみたいなのもあって、まあ、新規の視聴者の方とかもね、僕の動画を見てくださってる方わけなんですよ。ただなんかね、新規の人にどうやら僕ね、ルカリオとバチンキを絶対パーティーに入れた縛りランクマンをしてる人って勘違いされてるらしくて、まあ、ルカリオはまあ100歩譲っていいとして、バチンキもう抜いていいっすか。さすがに。じゃ俺バチンキの縛りプレイとかやってないから、たまたま入ってるだけで、なんか、入ってない、バチンキ使ってない動画とかもあるんでね、ちょそこを誤解しないでください。まあ、そろそろこいつと別れた方がいいかもしれない。いや、だけど別れられないんだよね。なんか、共に戦いすぎてさ、まあ、愛着のようなものが湧いてしまってるし、なんかいなくなったらいなくなったら寂しいというか、なんかこんだけ一緒に過ごしてたらさ、血は繋がってないとはいえ、もう実質家族みたいなとこあるから、向こうにも抜けなくなっちゃったんだけど。ということで、ゆうすけさんよろしくお願いします。相手飛行タイプが一貫してるんで、まあ、トエキスから入って、ダイジェット打っときゃなんか殺せそうだから、まあ、トエキスの台まで暴れて裏、耳バチンでいいかな。これでいこうと思います。よろしくお願いします。まあ、動画投稿者特有の、まあ、いわゆる相棒ポケ枠みたいなのあるんだけど、まあ、そのポケモン、バチンキーはさ、動画投稿していくようにおいて、ハンデ背負いすぎだと思うんだけど。いや、ゴリランダーまだわかるんだよ。いろいろ使い方あるからさ。で、バチンキーは使い方ないもん。さすがにね、今後の、動画投稿人生に関わってくる問題に発展するね。で、これは有利対面なんだけど、ガムシャラあるかな？ガムシャラ、ゴリランダーなんかその、ハチマキもいれば、タスキもいて、スカーフもいるとかいう、こいつもなんか型が今めちゃくちゃ多くてめんどくさいんだよね。対処が。まあ、ただ、ガムシャラだったとしても、この気質少し S 落としてるから、下から大ジェット打てるから、まあ、大今して大ジェット打ちますか。まあ、個人的に嫌なのは、ドラムアタックから入られて、その後にガムシャラで切られるみたいな。てか、ガムシャラって、ダイマックスポケモンも HP1 まで削るんだっけ？なんかそういう仕様じゃなかった気がするんだけど、あ、待って、よく覚えてないから、もし1まで削った場合は、まあ、ごめんなさいって感じで、突っ張ってきてるってことは、おい、トエキスの素早さ落としといてよかった。これで、タスキは確定なんだけど、タスキゴリランダーのさ、技構成ってどうなってるの？ガムシャラ、グラススライダーは確定で入ってるじゃん。残り、2個何なんだろう。よく技構成知らないんだけど、ドラムアタック持ってなかったのかな？ドラムアタックあったらドラムアタックから入る方が、
安牌だった気がするけど、ゴリランダの素早さにもよるけど、まあ、とりあえずこれ、まあ、初手、ダイマー使ったというゆえ、まあ、相手のポケモンをほぼノーダメージでね、突破することができたんで、グラススライダーで切ってくる、まあ、相手ダイジェット受けれないから、はい、ダイジェット、これバチンウニ、あ、てかゴリランダー倒していけばバチンウニでいけるわ。バチンウニ、フィールドダッシュされることないから、しかも相手のパーティー、その幸いなことに電気タイプ向こうが一匹もいないんで、これはもう、バチンがいけるわ。本当はその、ダブルバチ、バチバチプラス、バチンウニがエレキフィールドで、あ、間違えた。あれ？ちょ、待って。あ、どっちだ。いや、どっちがエレキフィールドだっけ？あ、ちょ、あ、バチンウニだ。じゃあいつら名前似てるからめんどくさいんですよ。バチンウニがエレキフィールドで、バチンキーがグラスフィールドで、その、ダブルフィールド展開みたいな、まあ、おしゃれな感じにしようと思ったんだけど、まあ、さすがに2体ともなんか、戦えなくはないけど、高スペックのポケモンってわけではないから、はめ込むのちょっと無理がありすぎたわ。ランクルスはね、ダイマしてきたんだけど、ダイマか。まあ、こっちの気質ピントレンズ型だから、急所を当てれば、まあ、ランクルスぶっ飛ばせるかなと思ったけど、ダイマックスされたらきついっすね。ダイマックスしてくれってことは、何型だろう。なんかランクルスもいろいろあるんだよね。火炎玉がオーソドックスだと思ってるんだけど、まあ、火炎玉、突撃直帰、ダイオール持ってるってことは突撃直帰じゃないから、まあ、火炎玉かな。速攻で火炎玉が発動するかどうかで、火炎玉発動しないんだけど、何持ってんのあれ。悪鬼の実とか。ランクルス、待て。キッス取っとくかどうか。いや、まだ取っといていいよな。ランクルスぐらいの攻撃だったら、まあ、ミミッキ化けの皮なくても耐えれると思うんで、まあ、ミミッキ投げていって、まあ、トリックルーム張って、影打ちで切って、ラストバチンウニで詰めるみたいな、そういうルートを取っていきたいけど、第3打、これもしかして命の弾か。いや、弾だとまずいのかな。あの、マジックガード弾ですね。あの、ピクシーとかでもいるんだけど、マジックガードだと命の弾ダメが入らないんで、まあ、反応ダメ、を入れないでいて、まあ、火力アップアイテムをできる上に、相手に持ち物を悟れてないっていう、まあ、利点があるんだけど。まあ、でも、弾だったとしても、ランクルスの攻撃耐えると思うんだけどな。大フォローとかだと、まあ、ちょっときついけど、まあ、影打ち打ってもしゃーないみたいなとこあるんで、まあ、ここはトリックルームを張って、まあ、ラストバチン売りに、まあ、全てを託していこうと思うんだけど。まあ、大最高。いや、これは耐える。絶対。絶対耐える、これはさすがに。ミミッキ特防高いんで耐えません。特防高いんで、耐えません。あれ、これやっちゃいました。またトリックルーム貼れなかったんだけど。火力高くね、ランクルス。ダイマがここで溶ける。キッスから入るのあれだよな。怪しいんだよね。その、エアスラで確定には取れるかわかんないし。バチンより投げて、なんか弾サイコキネシスとかで、ぶっ飛ばされる可能性があるから、キッス。バチンウニから入って、バチンウニ一発耐えないんすかこれ。死ぬかなこれ。一発耐えると思うんだけど。フィールドダッシュしたんで、エスパー技の威力も下がってるし、耐えた上で、耐えろ。これ耐えなかったら終わる。危ねえ。もうもちもち耐久あるからね。で、これで、ランクルスも多分飛ばせると思う。いや、こいつマジパワーエグいぞ。遠前でもしかして受けれるやついないんじゃないかってレベルの、なんか火力してるんだけど。エースバーン、やばい。相手これ、ウニのバチンの不意打ち知ってる人？いや、ここ不意打ちしたいんだよな。少しでもエースバーンの HP 削っとかないと。オッケー、通る！まあ、不意打ちに対して不意打ちかまされてたらめんどくさかったけど、まあ、バチンウニが何してくれるかわかんないから、バチンウニに対して不意打ち打ちづらいよな。うわ、土変アイアあるんだけど。ちょっと、土変アイアあるときついって。必須投げる。こいつ耐えるかな？ドッヘンアイヤ。しかも相手がドッヘンアイヤ撃ってくるかどうかわからん。ドッヘンアイヤ撃ってくるんだったら火炎放射じゃない。大文字撃ちたいけど。なんか火炎ボールとか撃ってくるんだったらイヤスラーとか原子の力撃たないとまずいしな。あ、ドッヘンアイヤ。ま、さすがにヒルビーもあるし、ドッヘンアイヤ撃ってくるよな。はい、耐えるんすよねー。これ知ってた。知ってました。焦ってた。オッケー。当てる。ま、ひるんで、外してたら、さすがに、冷蔵庫にある卵握りつぶしてた。イラつきのあまり。無事処理してくれたんで、オッケーですということで。バチンウニ、まあ、ぼちぼち強いんで、ぜひ使ってみてください。それではまた次回の動画でお会いしましょう。チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。